事故率っていうのを統計で見たら、一番事故が多いのはですね、80代以上ではなくてですね、10代なんですよ。じゃあなぜ高齢者の事故や免許制限論がですね、テレビに出るのかというと、もうこれは簡単でですね、警視庁の天下り先の確保と自動車メーカーへの忖度。10代の免許はどうだという議論が一切テレビに上がってこないということは、都合が悪い人が出さないようにしてるからなんですよね。最近気になるのがですね、高齢者運転のですね、は、危険だ。で、高齢者運転を、高齢者からはですね、運転免許を取り上げようとかいろんな議論があるんですけども、実はですね、免許保有者10万人あたりで見たらですね、この事故率っていうのを統計で見たら、一番事故が多いのはですね、80代以上ではなくてですね、10代なんですよ。10代が10万人あたりの統計で見たら、1800人あってですね、もうぶっちぎりでトップなんですよ、ね。で、次は20代なんですよ。だいたい1000人。で、80代以上は750人というですね、10代に比べても半分以下しか事故を起こしてないんですよね。つまり、高齢者より10代や20代の運転免許を持っている人の方が2倍以上事故を起こしていると。じゃあなぜ高齢者の事故や免許制限論がですね、テレビに出るのかというと、もうこれは簡単でですね、警視庁の天下り先への確保と自動車メーカーへの忖度ですよね。つまり、警視庁天下り先っていうのはどういうことかっていうと、例えば65歳を超えたら70歳を超えたら、年に1回免許のテストをもう1回やって更新させましょうというような制度を今のですね、法律の中に組み込ませることができたらですね、そのテストする団体っていうのを今とは別に外郭団体で作って、そこが天下り先として確保できるじゃないですか。なので、そういうことを言い出してるわけなんですよ。だって、もし80代以上は免許もう一回取り直したら何だって言うんだったらですね、10代に免許を与えることをやめればいいわけですから。だからこんな2倍以上の事故率があるんですからですね、そのやめればいいんですよ。でも10代の免許はどうだという議論が一切テレビに上がってこないということは、これ誰でも見れるですね、数字として発表されてるわけですよ。それも政府が出してる数字なんですから。それがなんで上がってこないのかっていうと、それを見られると都合が悪い人が出さないようにしてるからなんですね。で、なんでかというと、それはですね、免許を10代に与えないというふうなことにしてしまうとですね、車の運転する人が減ってですね、困る人が出てくるからですね。というわけで、外部団体にですね、天下り先を作るために、まず高齢者はですね、免許をもう一回テストするとかですね、時々再テストするというようなことが、なぜか検討されているとか、議論に上っていると。で、自動車メーカーへのですね、忖度というのはどういう意味かっていうとですね、これはもう、おじいちゃん、ほら、高齢者の事故が増えてるそうじゃない。危ないわね、おじいちゃんもう70歳でしょ。自動ブレーキ付きの車にしなさいよというふうに言って、今もうとにかく若い人が車を買わない。そして、70歳以上のですね、資産を持っている人がどんどん増えてると。今の日本のですね、国民の貯金ですね。その貯金の 80% はですね、70歳以上の人が持っているそうなのでですね、こいつらにどうやって金を使わせるか。そうだ、こいつらが持っている車を全部自動ブレーキ付きの車にしちゃえばいいんだというふうに考えてですね。で、それを本人が、いやいや、俺危ないからって思わせるだけじゃなくて、家族に不安がらせておじいちゃんおばあちゃんに買い直しさせようとしてるわけですね。そのために、こんなに高齢者の運転は危険なんだっていうですね、ことばっかり報道すると。もちろんそれは、実際にあった悲惨な悲しいですね、事故があったのは事実なんですよ。そういうのが増えているのも事実かもしれないんですけども、それ以上に、さっきも話したように、それの2倍以上、10代の免許を持っている人の事故の方が多いわけですから、本当言えばそっちの方をやるべきなのに、どうせ10代の奴ら何を言っても車買い替えなんかしないだろう。それよりは、年寄りからですね、金を踏んだくてやれというような、まあ、自動ブレーキっていうのはそのために作ったわけじゃないんでしょうけどもですね、なんかその議論、テレビで行われてるですね、議論がそっちの方ばっかり行っちゃうというのはですね、なんかすごい不自然な感じがしてですね、僕は自動ブレーキのですね、報道とかを見ると、いつもいつもちょっと心の中が気持ち悪いなというふうな感じになっちゃいます。岡田さんってなんで車に乗らないんですか？それはですね、僕が運転するたびに大事故を起こすからです。下手だからではありません。僕は運転はすごくうまいです。僕の運転で酔った人はいません。それぐらい運転はうまいんですけども、運転中に意識を失うんですね、もしくは妄想に入ってしまって赤信号が全く見えなくなる、もしくはアクセルを踏んでそのままほっとくと考え事を始めてアクセルを踏む足が徐々に強くなるんですね。つまりほっとくと徐々に体重が増え出すのと、ほっとくと徐々にスピードを上げてしまうというですね、僕のその何でしょうかね、
蒼天航路でいうと学信のようなですね、まずは前へ進んでみよう気質がですね、全てマイナスに出てしまうんです。なので、僕は運転しないのですね、車には自分で運転するのは乗りません。でも、山脇が運転する車には乗って今日これで帰るんですけども、山脇がですね家庭の用事で灯油をですね車の中でこぼしやがったせいでですね、めっちゃ不快な車に今夜は乗って帰ります。あー気持ち悪い。ポンジンさん、男性10代ですね、YouTube 無料で見てくれてる方です。こんにちは岡田先生、いつも新しい考え方や知識を学ばせていただいています。ありがとうございます。最近上の世代から私たちの世代が非難されているように感じるようなことが多く、それが世代間の壁となっているのかなと足りない頭ながらもぼんやり考えています。そのため私は下の世代を否定しないようにしたいのですが、育つ環境が違う世代の考え方をどのようにすれば得られるのでしょうか。岡田先生が私たち高校生の話をする際にとても私たちの世代の考え方を理解していらっしゃるのと感じるために質問させていただきました。もしよろしければ回答いただけると幸いです。わかります、わかります。世代論ですよね。で、世代論ってね、語る人多いんですよね。YouTube でもね、よく語るんですよ。つまり、世代論2種類あって、一つ目はですね、若い世代けしからん論なんですよ。これは、ポンジンさんもよくご存知の通りですね。最近の若い世代、Z 世代だ、もしくは映画をですね、早送りで見るような世代けしからんみたいな、若い世代けしからん、もしくは頼りにならない、もしくはもっと元気出せよ論っていうのがすごくあるんですね。で、僕はこれはまあくだらないものだと思ってます。で、もう一つ、もう一種類はですね、これも僕はすごくくだらないなと思っているのは、若い世代は親父たちに騙されるな論なんですよ。で、これって全く同じものなんですね。もうマーケティングでですね、どっちを客を取ろうとしてるかなんですよ。つまり、40代、50代以上の高齢者マーケティングをしてる人っていうのは、若いやつはけしからん、若い世代けしからんやってるし、で、逆に10代、20代、30代の客を取りたいような人はですね、おじさん世代に騙されるなって、いくらこんな上の世代の奴らこんなこと言われても、そいつの圧力に負けるな、お前らは自由なんだっていうふうにですね、どっちも嘘を言うんですね。なので僕はあんまり世代論っていうのは信じてないし、あんま語りたくないと思ってるんですけどもですね、ただですね、お年寄りですね。お年寄りと言ってもいいんですけど、中年以上騙すためのマーケツールって、実は種類が多いんですよ。若い世代批判もそうですけども、年収とか老後の不安とか、家族の問題とか、子供の心配とかですね。いろんな方法で不満とか、不安を煽る方法があるんですけども、しかしね、若い人たちのですね、不安や不満を煽る方法っていうのは、なかなかね、ないんですよ。今や物欲を煽ってもダメでしょ。こういうの欲しいだろうとか、お前もモテたいだろうとか言ってもダメだし、もっと友達欲しいよねとかですね、そんなことを言ってもダメなんですよ。でも、そんなこと言っても反応クールなのでですね、世代っていうですね、唯一若い人たちが、唯一マウントを取れそうな概念で商売してる人たちが、僕はすごく多いと思ってるので、若い世代けしからん論にも、親父たち世代に騙されるな論にもですね、僕はどっちにもですね、ちょっと冷ややかな目を向けています。で、僕はですね、世代に関して、地層であるって思ってるんです。世代は地層である。あんまりこんなこと言ってる人いないんですけど、現在64歳の僕のですね、世代地層を図解してみたんですけども、昭和中期の価値観、昭和末期の価値観、バブルですね。昭和中期の価値観っていうのは何かっていうと、これから高度成長時代だ、頑張ればなんとかなるんですよ。で、バブルの、昭和後期ってのはバブル、時代というふうに言われて、世の中金だとかですね。海外に行ってでかいことすればなんとかなるよって考え方ですね。で、平成の価値観、令和の価値観。で、僕は64歳だからですね、この昭和の価値観にあるのかと違うんですね。地層のように自分の中で積み重ねていくんですよ。だから案外令和とか平成の一番新しい価値観が上の方に来てるんですけども、やっぱりね、12歳までの頃の価値観が一番大きく下の方ででかいんですね。このピラミッドでは割と、少なめに書いてるんですけど、実際これが半分以上なんですよ。で、昭和後期のバブル期の価値観がその上に乗っかってて、で、平成令和の価値観がちょっとずつあるってですね。12歳、35歳、60歳までですね、その人間の価値観って、やっぱ64歳の僕はそれでほとんどできてるんじゃないかなと思います。これ人によってですね、もっと尖っちゃってる人もいるんですね。つまり、同じ世代とばっかり話してると、もしくは同じ世代の連中が見てるような音楽とかアニメとか漫画ばっかり見てると、
この間口が広がらないんですよ。間口っていうのはですね、どれぐらい今現に新しい人や新しいものに接しているのかで、この三角形というか台形の頂点の広さが決まるわけですね。台形、もともとの広さはその人の体験量とかですね、人間の付き合いなんですけども、今現在どうなのかというのは、今現在どれぐらい自分は他の人と交わったり喋ったりしているのかで決まると思ってるんですね。で、最新のものを見るのも大事だけども、解雇も実は案外大事なんだと。古いことを思い出して、ああそうだったなと。つまりこのね、すべての世代的な価値観というのをしょっちゅう混ぜないと、あの人間の僕心というか、あの精神というのはですね、農地だと僕は思ってるんですね。農業やる農地みたいなもんだというふうに思ってるんでですね、これをしょっちゅう混ぜないと、ただ単にあのなんだろうな、固定しちゃうんですよね。だしょっちゅうですね、あの古いことを思い出してそれを誰かに言ったり、新しいことをですね、出会ってそれを自分の昔の体験と照らし合わせたりすることでですね、自分の農地の攪拌ですよね、こうバーッと攪拌されて、それによって作物が豊かに実るというふうに僕は思ってるんですね。だからあの今のですね、そのなんだろうな、人たちっていうのはついついね、今流行ってるものばっかりを、まあイワシかというふうに僕はいつも言ってるんですけど、追いかけちゃうのですね。ここのてっぺん、台形のてっぺんが狭くなりがちなんですけど、これ割と広く取っとくと、あの、後々ですね、40、50超えたあたりですね、すごい役に立ってきて有利だと思うんですよね。あの、まあ、そこら辺ですね、ちょっと僕は世代というよりはですね、あの、ただ単に思想が重なっていくだけなので、60の人はですね、頭が古いとかですね、考えてないというんではなくて、60の人も様々なんですよ。同じ、僕と同じ64歳でもですね、もう本当に昭和の価値観に凝り固まって若いやつだという人もいますし、そうじゃなくて新しいものがすごい大好きで誰とでも話すという人はいくらでもいるんですね。人間っていうのはそれぞれバラバラなんですよ。なので僕はあの老害という言葉は使わない方がいいよ、あれ頭は悪くなる言葉よというふうに言ってるのはですね、そういうふうにして60歳とか64歳とか70歳とか80歳っていう人たちを決めちゃうっていうのはすごく危険で、あれあの人間って誰でも年取るじゃないですか。だからそこから逃げられないのに老害という言葉を使うのは、女だからダメだとか黒人だからダメだと実は同じことを言ってるんですね。そういうですね、実は本当は根本的には差別的なこととかですね、そういうふうなことを言ってるのに気づかない仕組みになっている。なんで気づかない仕組みになっているのかっていうと、若い人向けの親父たちです、おっさんたち、あの昭和のやつらの価値観に騙されるなっていうマーケティングで商売してる人たちがそういうことを言うからなんですよ。なので僕は老害という言葉使わない方がいいよと。それは、老害マーケティングというかですね、そういう人らにですね、振り回されてるからですね、そんなこと言っちゃうんだよっていうふうに僕は考えてます。もうこういうふうに、世代っていうのはね、僕は地層だと思ってるんで、別に年を取ることは全然悪いことじゃなくて、地層がどんどん重なってきて、良くないのは混ぜてないことだけなんですよ。あと、車はね、よくあの、車買うとかってあるじゃん。あれも興味なくてさ、これあの、自動車免許持ってたんだけども、あまりに運転がいい加減で、なんかこう運転してる最中に考え事しちゃって赤信号とかギューンってやっちゃうから3回車を全損したことがあるんです。で1台目はなんか日産のなんかこう安い可愛い車でガーンっ て全損で、2台目はトヨタのちょっとしっかりした車でもあるけどガーンって全損で、3台目にとうとう俺ベンツまで行ったんだよ。でベンツ買ったんだけども3、4ヶ月ってガーンときて全損で、ベンツでなかったら死んでたっていうふうに言われたんで、分かった。俺はもう運転が向いてないんだと思って、それっきりなんかこう、誕生日来ても免許申請しなかったからもう失効しちゃってるんだよな。なので、あの、車にも興味がないです。おととい、御堂筋大学っていうところで、評価経済社会についての講演したときに、その後で懇親会があったんですね。で、そこで懇親会の会場でいろいろ聞かれて、なんかこうでっかいテーブルがいて、僕の目の前に中国人の人がいたと、まあ、日本語ペラペラの中国人の人がいて、その中国人の人がやたら押しが強くて、持論をですねバーッとこうやってこそうですよねってふっかけてくるんですね。僕は全然同意できなかったので、ああそうですかねって言ったんですけども、結局懇親会というのは僕がいろんなテーブルを回って そこのテーブルの人とお話しするやから、言い方なんなんですけど、まあ、ホステス的な役割ですよね。テーブルに行ったら、そこのテーブルが4人やったら4人にまんべんなく話を聞いて回して、次のテーブルに行ったら8人、
8人やん、じゃあ1人 2,3 分かなと思いながらこうやるって言うんですけども、そのテーブルはその目の前の中国の人がすごい厚かましくガン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 言ってくるから、他の人がほとんど話されん状況だったんです。で、その人が政治をこれからどういうふうにすればいいのかっていうことで僕になんか議論を吹っかけてきたんですよね。で、そのね、話題ちょっと僕申し訳ないんですけど忘れてしまったんですけども、なんか、あ、これからの介護の問題やったん違うかな、これからの 介護とか、あとなんか年金とかそういうの問題、これからどうなると思いますかって。これはなんかもう日本はこの辺全然問題だけでどうしようもないでしょうって、どういうふうにすればええんですかっていうふうに言うんですよね。で、その人は多分国を動かすことを考えるんですけども、僕はそういうふうなことを考えてもしゃあないなとついつい思ってしまうんで、あ、そうや、例えばその経済とかが、あの、日本はこれから少子化しかないと岡田先生おっしゃいますって言って、まあ、そうそうそう、だって人口動態って人口がどういうふうに動くのかという過去データを見たら、このような形になった国っていうのは、そのイギリスとかですね、その20世紀初頭のヨーロッパの北欧の国とか、日本と同じような老人バランスが多くなった国って過去いくらでもあるんですよ。で、そういう国がもう一回子供が増えて人口が増え出すには、やっぱ5、60年間の変換期が必要なんですよね。なので日本はこれからどんなことをしようともやっぱ5、60年ぐらいかかって人口が減っていって、そこを打ってそこからもう一回上がるという道を筋を通るしかない。でもそんなことをしたら経済が発展しないじゃないですか、大問題じゃないですか。で、経済が発展しないとどうすればいいんですかというふうに聞く。で、またその人が同時に、老人がいっぱい金を止め込んでますよね。で、監視貯金いっぱいしていて老人に金を使わさないといけないんですけど、岡田先生はどういうふうに考えてますか。この国には何千億円何兆円っていう老人の端子貯金があって、それを使わせて吐き出させないと経済が活性化しないんですよ、どう思いますかって言われて、なんか僕カチンときてですね、カチンときたのはその言い方というよりはですね、考え方なんですよね。その老人が金を貯め込んでるからそれを使わせなきゃいけないと言う人はいるんです。それを言うのは勝手です。ただそれを鵜呑みにしてですね、なんかイケシャーシャーというのは僕嫌いなんですね。なんでかって言ったら、老人というのは単独で老人であるんではなくて、その人には大体家族がおるはずなんですよ。もちろん縁のない老人もいますけど、大体の老人って家族全然おらへんことはないんですね。その家族問題のはずなんですよ、老人の財産をどうするのか。その家族問題であるはずのおじいちゃんおばあちゃんのお金をどうするのかっていうのをすっ飛ばして、国とかがどうにかしてあいつらから吐き出させへんかったら経済が発展せえへん。この考え方嫌やな。なんでうちの国っていうのは老い先がなんかこう不安でお金ぐらいしかすがるものがなくて、タンスに貯金しているおじいちゃんおばあちゃんから金をどうやって盗むのかというか抜き出すのかというのを考えな、経済発展というのができへんやったら俺経済発展せんでもええわというふうに思ってしまうんですね。まあ根が天の弱やからそういうふうに思ってしまうんですよ。経済発展というのはあくまで幸せのためにあるのであって、その幸せというのは何かって言ったら、少なくともおじいちゃんおばあちゃんを騙して金を奪い取るというのが幸せな国家のはずがない。そんなことをやって、最初の話もやっぱ戻るんですけど、品性を下げてまで得た幸せっていうのはなんか悪い結果しかないっていうのは、なんとなく僕は昔話的なあの正義と悪というのを信じてますんで、それは良くないもんだろうというふうに思っちゃうんですよ。で、その おじさんにですね、いやなんかあの別におじいちゃんおばあちゃんから無理やり金取らんでも経済が何やろな、回れへんでもかめへんやないですかって言ったんですね。でもそこで経済が回っていけへんかったら、あ、国が活性化しない、経済が動けへんかったら物が値段がなんかどんどん下がっていって、物が値段が下がっていったらええことなんちゃうかな、買えるやないか、みんなお金がなくなっていく、うん、まあ、まあそんな感じ分かるから、あえて反論せえへんけど、そうですね、どうするんですかというふうに言われたんで、僕いきなりですね、ほんだらこうしたらええねんというのは、国民全員が脱税したらええん違いますかというふうに言ったんですね。僕らはだいたい自分の収入の半分ぐらいを国に税金として納めてるんですよ。まあ、まあ、一番少ない人で 8% ですか。消費税の分しか納めてないというのがあるんですけども、それ以外の人はだいたい自分の収入のですね、3割から半分ぐらいをですね、それも会社が儲けたら会社が儲けたお金の4割ぐらいを渡して、さらにそこから給料をもろたら、その給料の中から半分近くをですね、いろんな形で国に納めてるわけですね。で、経済が活性化せえへんのは、別に僕らが日本国という国を大して必要としてへんのに、こんなに金を使いすぎてるからやというのが僕の考えなんですよ。だから国民全員が脱税すればいいだけでしょう。そんなに経済発展させたいんだったら、
国民全員が示し合わせで脱税したら彼ら絶対摘発しようがないよ。それはもちろん何人かは見せしめのために捕まえて拷問にかけるなり死刑にするかも分からへんけども、国民全員が脱税したら何の抵抗もできへん。あっという間に日本という国は潰れてしまう。その時に潰れる時に多分国の人らはこんなやり方で日本政府が潰れたら持っている日本への価値はゼロにまで暴落していって国際価値がなくなって困るのは皆さん方ですよというような嘘みたいなことを山ほど言うはずやけども、経済貨幣というのには粘着性があるというのはあらゆる経済学者が言ってるんですね。国債が暴落するとか日本円が暴落するといってもゼロになることは絶対ないんですよ。ひょっとしたら一時的に今100円ぐらいドルに比べて100円ぐらいの円が200円にまで落ちてしまうことはあり得るんですけども、200円まで落ちた円は必ず翌日に140円ぐらいに戻るんですね。これがその通貨の粘着性というやつで、僕らの世界というのは巨大な慣性ですね、弾み車が持っているような、それまでの勢いとか質量というのがあるから絶対に劇的に変わったりせえへんのですよ、ね、なので特に経済は。だから、国民全員が脱税してお金全く払わないって、それを自分の無駄遣いとか生活費とかに当てたら経済は活性化するし、で無駄な国家公務員の数は劇的に減らされるし、ええことばっかりです。そんなに日本の経済が将来が心配なんやったら、今すぐみんなで脱税しようという政党を立ち上げて政治活動されたらいかがですかというふうに言うたらですね、なんかすごい目で睨まれてしまってですね、その話をおしまいになってしまう。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。